はい、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日なんですけれども、今朝方からですね、相場の方が全体的に下がってきておりまして、ちょっとね、不安になっている方もいるかと思います。ちょっと今ですね、午前0時頃の相場ですけれども、こういった形で赤い文字、ね、赤色に染まっております。せっかく回復基調だったのに、ちょっとね、水を差された感じですけれど、ちょっと原因の方を探ってみると、とある国の事情が絡んでいるのかなっていうところなのでね、その情報もシェアしていきつつですね、今日はですね、少し分かりづらいこのチャートの方の、ヒントですね、はい、絶対ではないんですけれども、僕が分析した中で感じたところですね、底値の方を見切れるヒントの方、最後の方でお伝えしていきたいと思いますので、ぜひね、動画をご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。今回のね、下落理由なんですけれども、韓国の方でとある動きがありました。このね、韓国の方、仮想通貨の方でね、すごくプレミアム価格がついているということで、かなり韓国の方でもね、若い人を含めてすごく仮想通貨というのが流行ってるんですよね。で、その韓国の方でこのね、韓国のビットコインの価格が短時間で一気に価格を落としたんですよ。で、これはね、なぜかというと、韓国で3番目に大きな仮想通貨取引所があるんですよ。コルビットという名前なんですけど、そのコルビットがですね、1月末、今月末までに外国人、非韓国人ですね、韓国人じゃない人の、韓国ウォンを、ね、入金することを禁止するというふうに発表したんですよ。これね、原因はね、本当にこれだけが原因かというと、それは定かではないんですけど、価格にね、影響した可能性は十分にありえます。今後ね、どうなっていくかというと、この韓国取引所のですね、身分証明がね、すごく厳しくなっていくんですね。で、今まで、匿名のね、口座でも取引、されていたんですけれど、そうなるとですね、例えば、マネーロンダリングですね、とか、マネーロンダリングっていうのは、違法のね、お金の動き、よくドラマなんかで資金洗浄とか言うじゃないですか、映画とかでもね。そういったものや、韓国のですね、仮想通貨市場から他の、ね、国の資本が抜けていくことをね、懸念している投資家が多いっていうことなんですね。もうね、匿名でできるっていうのはね、すごい、ある意味では、そういった犯罪系の部分でね、悪用されてしまうっていうところがね、あって、それをこの、韓国政府が少し取り締まっていくというような流れのようですね。そしてコルビットの声明も発表されております。この声明がですね、政府によって義務付けられている身分確認およびマネーロンダリング規制を遵守するため、現行の韓国ウォンの預金方式は2018年1月末までに終了する予定ということです。これ実際ね、調べてみてくださいね。コルビットの方で声明が出ております。韓国政府が、導入したね、新たなマネーロンダリングを防止する政策の一部というふうに伝えられていますね。韓国政府もなかなかね、この辺りは、なんですかね、資金面、犯罪に使われる資金のね、取り締まりってすごく大変なんでしょうね。そしてこの規制の結果、韓国ではね、匿名の口座が禁止されることと、なりました。これはですね、本人名義の身分証システムを新たに導入するまで、韓国政府はね、各銀行に新しい仮想通貨アカウントの発行を停止するように命じています。
まあね、本当にこう政府がしっかりこう介入してきているんですね。まあ、こういったね、韓国の規制というのはもう以前から、まあ、あちこちでね、ニュースが出ているわけなんですけれども、このコルビットというね、世界でも有数の大手取引所がこう1月末までという具体的な時期を提示しましたよね。それで仮想通貨取引がね、禁止のニュースがこう報道されている、例えば中国とか諸外国、などからね、海外のね、海外資本が流出して、今回の韓国のビットコインの、ね、下落につながった可能性があるんですね。まあ、ただですよ、ただですね、この仮想通貨のまあ、完璧なシャットダウンというのは現実的に不可能と言われているんですよ。で、この政府が仮想通貨取引所のプラットフォームを閉鎖する権限を持っていないためなんですね。なので、現実的に完全にね、こう、全部を遮断するっていうのは多分不可能じゃないかなと思います。しかしながら、今回のね、韓国のこのビットコインのね、下落によって、結局ね、日本を含めた、他の国のビットコイン価格もね、連鎖して、ある程度の下落を見せているわけなので、ちょっとこれは、まあ、迷惑な話というかね、まあ、僕らにはどうすることもね、できないことではありますけれども。このあたりが、まあね、今朝からの暴落に、下落につながっているんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、ざっとまとめてみたんですが。ただですね、この規制という言葉は、まあ、日本語ではね、結構誤解されやすいんですけれども、なんかやばいんじゃないかとか、もう仮想通貨終わるんじゃないかっていうね、そういった声もね、聞こえるんですけど、これっていうのは実は市場の健全化につながるんですね。まあ、実際そうですよね。本当に犯罪で、まあ、過去にね、そういったビットコインが犯罪組織、まあ、例えば、まあ、悪い薬ですね、悪い薬なんかでの取引でね、使われたっていうことはありましたので、こういった規制というのは一概にネガティブな情報では、ね、ないんですよ。なので、しかも韓国の規制は禁止ではないんですね。もう、先ほど述べたように、マネーロンダリングなどを抑えるためのルール作りのためのものなので、あまりね、こう、どうしようとかね、そういったネガティブな方向に考えられない方がいいのかなと思っています。そしてもう一つはですね、この韓国の金融監督委員の職員によるですね、仮想通貨のインサイダー取引の、ね、疑惑があるんですよ。おっと、インサイダー取引。なんか映画っぽくなりましたね。ね、報道によると、仮想通貨取引の全面禁止を含む規制強化に関する発表をこう事前に知っていた韓国金融監督院の複数職員が、前もって仮想通貨を売っていたという。これはちょっとね、問題ですね。情報を悪用していますよね。自分の、ね、立場とか。そこで、この18日の会議で、金融監督院のね、委員長がいらっしゃるんですけど、その方はですね、もう一部公務員が行っていたことが確認されたと、ね、認めているんですね。実際にインサイダー取引があった、ね、確認されたという。で、ただね、これが実際事実であれば、ね、捕捉して間もない韓国政府はね、大打撃を受けますよね。実際にインサイダー取引した職員っていうのは、多分結構な利益を得たと思うんですけどね、まあ、今後、それはまあ、司法がね、判断するということでしょうけれどもね。ただ、いずれにせよ、今後、韓国のこういったね、仮想通貨情勢っていうのをしっかりね、注視していかなければならないかなと思います。
あとはこのね、暴落という、ね、暴落、まあ、下落というのはチャンスと捉えています。ね、他の動画でも話してるんですけれども、慌ててこう損切りをせずにね、ぜひね、買い増しの機会にしてください。ね。で、この買い増しの機会ではあるんですけど、結局、ね、じゃあどこが底値なのって、ね、どこで、価格は上がるのっていうところですよね。で、これって、チャートの方で、見て、あ、これかなっていうところがあったんですよ。まあ、僕も勉強しながらですし、いろんなね、こう情報をこう得ながら、実際に自分で分析しているんですけれども、このね、チャートによるこのローソク足の見方でですね、底値の見切りというかね、トレンドの変わり目がある程度わかるんですね。これ非常に大事ですよね。まあ、僕もぶっちゃけチャートというものはね、なんていうんですかね、すごく苦手意識があったんですよ。はい。なんかね、ずっとうねうねしてるじゃないですか。なので、まあ、それは多分投資に、ね、全く慣れてないというか無知だったおかげも、ね、せいもあるんですけれど、まあ、今はね、すごく慣れて楽しいものになってますね。はい。ただね、チャートばっかり追っかけすぎても、時間のね、無駄になってしまいますのでね、うまく空き時間を活用してください。はい。そしてね、ヒントなんですけれども、はい、ここ皆さん知りたいところですよね。はい、ヒントはですね、まあ、ちょっと先に出します。まあ、極端に短い実態ですね。まあ、売り買いに長いヒゲということで、何のことやねんっていう話ですよね。ヒントですよ。これあくまでヒントですよ。はい。まあ、こういったね、チャートがあってですね。まあ、本当にね、1分とか2分とか、まあ僕もエントリーするときはですね、結構この法則をちょっと使っているんですよ。まあ、いわゆる実態っていうのはね、まあこういったものですよね。はい。まあ、これは実際買っている、ね、買われている方ですよね。まあ、この実態が極端に短くて、あとはこの長いヒゲですね。ヒゲっていうのはまあこういった、ね、上に細い線が伸びてますよね。はい。この赤でもそうですけど、こういったヒゲと呼ばれるものの、まあ、向きですね。そういったものが、これが来ると、こういうふうにトレンドって変わるんだなっていう、この中でもですね、1、2、まあ、3つか4つほどありますかね。はい。あ、ね、超ヒント言いましたね。はい。ただ、まあ、なぜヒントで終えてるかというと、まあ、僕がここでこれですよっていうふうに教えても、結局つまらないじゃないですか。つまらないというか、なんとなくやっていってもね、やっぱ勝てないものなんだなと思ったんですよ。僕はもう事業レベルで、この仮想通貨にね、取り組む、覚悟でやってますので、こう、なんていうんですかね。なんとなくじゃないんですよね。しっかり、どの銘柄にいくら入れたかっていう事業計画書、まあ、売り買いのね、なんですか、ちゃんと表も取ってますし、で、それで、まあ、自分でね、実際分析をするわけですよ。で、この法則っていうのにね、実際教えてもらったんですけどね、それで自分でやっていく中で、この過去のね、チャートを分析をして、まあ、変動やね、そういった価格のね、変わり目、サインがあった場所をね、じっくり調べてみてください。そうするとね、答えは必ずあるんですよ。で、自分で判断して、こう、自分でね、気づく力をぜひ養ってください。本当1分2分ね、こうじっと注視してね、こう動いていくじゃないですか、この相場っていうのは。はい。あ、で、ここじゃないのかなっていう場所がね、必ず見つかってきますのでね。はい。あ、まあ、この中でも下がるんだなっていう部分は、ね、この部分ですね。もうありますので、そこはね、だいぶ大きなヒントを出してますので、ぜひね、ずっとこう過去にさかのぼったりして、研究してみてください。はい。
まあ、これがね、必ずというわけではないんですよ。もうチャートの見方っていうのはね、すごくたくさんあるんですよ。なんですけど、ダウ理論とか。ちょっと僕も今、勉強中なので、はい、一概には言えないんですけど、本当にたくさんあるので、で、しかもこのチャートっていうのは人の心理の表れとね、言われているので、ここをしっかり押さえると、自分で、ね、上がり下がりっていうのを判断できるようになるんじゃないかなって、確信しています。はい。ですのでね、ぜひ皆さんも、このチャートの分析っていうのを行ってください。あとネットの方でね、検索すると、ローソク足のね、基本的な見方っていうのはすぐ出てくるんですよ。で、すごく優しく解説されているので、まずそこからね、始めてみてください。投資をね、短期間でやるにしても、長期でやるにしても、本当に、こう、ギャンブルでやると意味がないですよね。なので、勝つべくして勝てるような風に自分の力を、ぜひつけていきましょう。はい。僕もね、どんどんそういった形で、自分の力をつけるようにね、頑張っていきますので、共にね、資産をね、増やしていくようにやっていきましょう。努力して勉強した先にはね、必ず結果はついてきます。あとはぜひね、継続してください。一日中見る必要はないですよ。ね、研究して、で、自分がエントリーする、そろそろそこね、かもしれないな、今が買い時だなっていう時にね、このチャートの見方が分かっていればね、非常にやりやすくなりますので、練習すれば何事も上達します。こればかりは断言できますので、はい、ぜひ、一緒に頑張っていきましょう。まあ、今日はね、ちょっと漠然とっていうかね、結構なヒントかなとは思ったんですけれども、ぜひね、実践してみてください。はい。それでは、まあ、仮想通貨のね、情報っていうのも、LINE アットで、定期的に配信して、いきますね。はい。あとは、この仮想通貨へのね、投資資金の作り方ですとかね、これは主にネット物販になります。仮想通貨のね、コミュニティ情報なども、私の方から伝えること、全然できますしね。今は無料で通話のアドバイスもやっておりますのでね、宝トクトの LINE アット登録していただければ、そちらの方、情報お届けもできますのでね。はい、こちら、アットマーク、小文字の XJQ、数字の9026、小文字の A。はい、こちらでね、ID 検索してください。もしくは動画のね、下の方にリンクの方を貼っておきますので、そちらから、飛んできて、渾身のね、熱いスタンプを1個、バーンと送ってください。本当にね、たくさんの方に今登録いただいて、嬉しい限りです。で、チャンネル登録もね、そろそろ1000に到達しそうで、本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。今後もね、頑張って有益な情報をアップできるようにやって頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。